今日発表された住みたい街ランキングで1位に輝いたのは恵比寿でした。大手不動産情報サイトが関東圏に住むおよそ4000人を対象に行った調査結果をまとめたものです。5年連続首位の座をキープしていた吉祥寺を抑えて恵比寿が1位になり、2位は吉祥寺、3位が横浜となりました。去年まで3年連続2位だった恵比寿、1位を獲得できた理由は4路線が乗り入れる駅の使い勝手の良さに加え、来月駅前に新たな商業施設がオープンするなど期待値が高まったことが挙げられます。そして今年の穴場だと思う街ランキングの1位に選ばれたのは北千住です。ランキングの中にあるユニークな項目が穴場な街です。回答者が住みやすさなどで穴場だと思う街をまとめたもので、2年連続北千住が選ばれました。しかし住人たちは、何のランキングだか分かりますか？待つ人が多い。電車の本数増えます。正解はこの穴場だと思う街ランキング。穴場、でも確かに穴場すぎて分からなかったそこで北千住の穴場だと思うことを聞いてみると、家賃も物価も高くないし、本当にどこに行くにも便利だし、穴場では穴場ですね。住みやすいですね。いろいろお店もたくさんあるので、はい、快適だと思います。北千住にはこの10年間で5つの大学がキャンパスを構えたことで学生が増え、昔ながらの商店街におしゃれなカフェやレストランが続々とオープンしています。古いものを引き継ぎながら今どんどん発展していってる新しいものも あるんですね。そこがミックスされている魅力が千住にはすごくあると思うんですね。足立区によりますと、北千住では古い建物を生かしたビジネスが活発になっているということです。穴場の街北千住がこれからさらに注目を集めそうです。